続いて緑の区間の整備草案について説明します。こちらが全体の動線計画になります。上の図が現状の動線、下の図が整備後の計画動線です。階段、販路の増地、かさ上げ等により堤防かさ上げ後も利便性、安全性を確保できるような計画を検討しました。しかし現状で全体的に川型の行き来が可能であった白川小学校が堤防をかさ上げすることによりアクセス性が低下すること、かさ上げ後に狭小感が増す右岸側の緑地の維持管理安全対策、車道近接区間の安全対策、かさ上げ後の夜間の防犯安全対策等については慎重な検討が必要です。次ページより詳細に説明します。左岸白川小学校付近のアクセス確保につきまして、現在の白川小学校前には車椅子の方でも無理なく利用可能な勾配の販路が設置されており、平常時やイベント時において活用されています。しかし堤防のかさ上げによって販路の勾配が今よりも急になります。また現在の白川小学校付近のトイレがある区間は堤防の壁が低く全面的にアクセス可能な区間となっております。しかし堤防のかさ上げによって壁が今よりも立ち上がるためアクセスが限定されます。第1回整備検討会では白川小学校付近のバリアフリーに配慮したアクセス確保のため販路およびトイレ付近の広場に立坑を設ける案が意見として挙げられました。この立坑とはゲートのようなもので普段は開けていて人や車の行き来ができるのですが、洪水時には閉め水が漏れないようにするものです。第2回整備検討会では立坑の設置についてはその操作・維持管理体制を含めた検討が必要であるとの意見が挙げられました。今後皆様の意見を伺いながら検討を進めていきたいと考えております。次に、右岸緑地の維持管理・安全対策につきましては、第1回整備検討会では、右岸緑地のかさ上げ後に狭小感が増す区間は進入禁止とする区間を設ける等の意見が挙げられました。また、今よりも緑地を通りやすい空間にして、人を積極的に通すことで維持管理性を向上させるという考え方もあります。そこで実物大模型を用いて、現地にて確認したところ、緑地沿いに立ち上がる約3メートルほどの壁に圧迫感がある上、町側からも目が届きにくくなるため、積極的に人に通ってもらう空間となりにくいことを確認しました。具体的な位置については、メルパルク熊本駐車場から上流区間になります。現在の右岸緑地には自然に草本類が繁茂しており、人の手が入っていない貴重な自然環境が形成されているとの見方もあります。そこで平常時の人の立ち入りを禁止して都市の生態系に寄与する自然植生として保全し、町側から見て楽しむ区間とすることを提案します。方法は検討中ですが、管理者のみ通行できるよう、出入り口は締め切りを行います。第2回整備検討会では、見て楽しむ区間とした場合でも、維持管理、ゴミ拾い、草刈りの体制を含めた検討が必要との意見が挙げられました。今後、皆さんのご意見を伺いながら検討を進めていきたいと考えています。続いて車道近接区間の安全対策についてですが、河川への眺望確保、平常時の眺め、災害時の河川監視のためパラペットのかさ上げに伴い管理用通路もかさ上げします。ここでいうパラペットとは下の写真に示す壁のことです。現地にてかさ上げ後の通路の高さ、現況から 1.2 メートルに設定した足場台に登ってみたところ、車道との飛行差が大きく、かさ上げ後の通路通行の安全対策が重要であることを確認しました。
特に車道と近接する区間については、万が一通路から転落して車道まで逸脱した場合、重大事故につながる危険性が高い区間になります。よって、右岸側、左岸側ともに通路と車道が近接する区間は、転落防止柵を通路の車道側端部に設置したいと考えています。柵の高さは、自転車に対しても安全な高さ、1.1メートルとしたいと考えています。こちらの写真の場所は、右岸側の名護橋下流になります。こちら、丸二の写真の場所は、右岸側対向橋上流地点。丸三は、左岸側白川小学校前地点です。続いて、夜間の安全・防犯対策につきまして、現在の緑の区間では、パラペットより町側の管理用通路は3ルクス、川側の公園は1ルクスを確保することとし、既存街灯の明かりも考慮した上で追加の照明を設置しました。ただし、こちら右岸の緑地については、目標照度に不足しています。また、現状で基準照度を満たしているものの、今回のパラペットかさ上げによって新たに照度が不足している区間が出てくることも考えられます。しかし、夜間の安全性確保のため、パラペットかさ上げ後も右岸緑地区間を除き、町側の通路は3ルクス、川側の公園は1ルクスを確保することを目標とします。また、既存照明灯の改修や照明を新たに追加する必要が出てくる場合は、夜間の安全性はもちろんのこと、緑の区間の魅力向上に寄与するよう、熊本市光のマスタープランを考慮して改修します。第2回整備検討会では、整備後に全体の光環境を検証できるような仕組み作りが必要との意見も挙げられました。